どうもマックスです。今からこの真っ黒おにぎり20個を食べたと思います。お味噌汁と漬物とともに。こちらのメニューなんですけれど、こちら一回僕いただいて、これね、あまりに美味しくて、これでもう動画撮りたくなっちゃって、いっぱい食べたくなっちゃってというわけで今回こうなりました。というわけでいただきます。もう今日は漬物とね、もう手でいいですか、今日は漬物も含めこんな感じ。うますぎる。食べたところでごめんなさいね、ちょっと中は、ね、梅と鮭のね、が一緒なんですよ。で、海苔にお醤油を染み込ませたって書いてある。うますぎる。またごめんなさいね、ほんとに食べたとこ、またこういう感じなのね。超しっとり系のりの、うわ、おいしい。ハイキング行きたい。おにぎりうまいじゃないですか。本当ごめんなさい。一回だけやりたかったことやっていいですか。本当ごめんなさい。すみません。これやっていいですか。本当ごめんなさい。一回やりたかった。ジャイアン。なんかいつもよりうまく感じる。このおにぎり本当うまいですよ。なんか店長さんのお母さんかなんかのやつらしいですよ。
ちゃいっぱいあってでかい箱です、ここは。お米たくさん具少しでいける人間タイプの人間からするとマジで具がやばいぐらい美味しい。これ米倍欲しいな、こんだけ具あったら。なんでこんな美味しいんですかね、謎すぎる。もうデスボールピエですよ。味噌汁のコラボは前に噛みつけるな、やっぱり。あら汁だった。無事ございます。
結構年齢とともにおにぎりの具の変化っていうのがあって好みの。今だと昔はシーチキンとかおかか昆布っていうのがエースだったんですけど、今ねわさびの茎を醤油で漬けたやつとか梅かな。梅は不動な感じがありますね。明太子とかあんまり食べないですね、正直。地味に一番多く食べてるのは多分塩むすび。なんかあれ方向に行っちゃうんですよね。米うまいみたいな。米うまいし。おにぎりって見た目以上に量ありますね。あのギッチリしてる。デスボールパンチ半端ねえよ。せっかくなんで我が家のおすすめおにぎり教えてください。ぜひぜひコメント欄でお願いします。ちなみにこのおにぎりはハニコさんがここで食べた時にあまりに気に入って、あのハニメシ会っていうあの会で出して皆様にすごい大好評でございます。それぐらいマジで美味しい。多分ですけど、これ1個で普通のコンビニのおにぎりで2個分ぐらいありますよ、ボリューム。具は3個分ぐらいだと思う。4個、5個分ぐらいかな。すごいです、本当に。
ラスト5個。もうドラゴンボールはなくなっちゃいました。もう願いは叶え、シェンロンはできません。もうじゃないです。
しびれる。と思ったんですけど、38歳のおじさんがひたすらおにぎりを食べ続けるってものすごいシュールですよってだけですマジで新宿にいらっしゃってるから食べてた。マジでこの匂いしてる。波動